おはようございます。おはようございます。今日の総合コミュニケーション科学は、一類情報系情報処理工学プログラムの岡本が担当します。内容としては、最適化の考え方という話を今日はご紹介します。よろしくお願いします。一類の情報処理工学プログラムの紹介からまず簡単にしていきます。情報数理工学プログラムは、情報科学と数理工学の交わっている部分、あるいは、その両方をカバーするようなカリキュラム編成、また研究内容を扱っています。その中では、現実世界の諸現象、物理現象であったり、社会現象、経済現象、あるいは人体における現象、知的活動などを数理モデル化し、そのモデルに対するソフトウェアやアルゴリズムの開発、また、それを解決するための並列計算技術や計算機アーキテクチャに関する研究を行って、そのモデルから導き出される解析や予測、そしてそれを行う意思決定に関するすべてを扱っています。情報数理工学プログラムの特徴として、卒業では最新の技術を数学的原理から学べるという点があります。その中には、数値解析であったり、ハイパフォーマンスコンピューティングであったり、シミュレーション、人工知能、データサイエンス、機械学習、最適化、ゲーム理論、離散数理工学、計算理論など幅広い分野を対象としています。これらはすべて社会で求められる数学的原理になっていて、その最新技術を学べるところが特徴になっています。そして、それらは基本的な数学原理であるので、社会においても技術の変化に素早く対応できるような素養が身につくことになります。情報数理工学プログラムのキャリアイメージとしては、情報数理系の研究者、システムアナリスト、システムコンサルタント、システムエンジニア、IT ストラテジスト、シミュレーションエンジニア、データアナリスト、データサイエンティスト、ゲームクリエイターなど、原理を理解して未来の価値の新しい価値観を生み出せる人材をイメージしています。これが情報数理工学プログラムの紹介になります。では、今日のテーマである最適化の考え方というのを総合コミュニケーション科学の観点からご紹介していきます。これは総合コミュニケーション科学の全体像を表す図として、電気通信大学のウェブページにも掲載されているものです。で、この中で最適化は、この狭いところに位置づけられているという形になっていますけども、実際は最適化はどのようなところに位置づけられるのかというと、それはこの全体を包含するような形で最適化というのは存在しています。なぜそういうふうに見なせるのかということを、今日のこの短い時間でご紹介したいと思います。テイクホームメッセージ、皆さんにお伝えしたいメッセージは2つあります。1つ目は、最適化というのは実は至るところにあるということです。我々が考えうる全ての研究分野、全ての学問分野、全ての生活の一部において最適化は現れます。また、その最適化は数理に裏打ちされた形で存在しています。これも後で説明します。この2つが今日皆さんにお伝えしたい2つの大きなメッセージです。では、まず最適化は至るところにあるんだという話から始めていきたいと思います。最適化という分野の研究や最適化の実践においては、2つの重要なポイントが存在します。1つはモデリング、もう1つはアルゴリズムです。モデリングは、先ほどの情報数理工学プログラムのところでは数理モデル化と呼んだものと同じであると思っていただいてもいいんですけども、これは解決すべき問題をどのように最適化の問題とみなすのかということを探求している部分です。で、一方で、このアルゴリズムという部分は、そのようにして最適化問題とみなされたものをどのように解くのかということを考える部分になります。で、この2つの部分は相互に関係し合っているんですけれども、今日の話ではこれらを分けてお話ししていこうと思っています。で、初めの部分はこのモデリングの話になります。まず、最適化というものがどのようなものなのかということのイメージを持っていただくために、このような教科書的な問題を扱いたいと思います。
周の長さが A メートルである長方形の中で面積が最大なものは何でしょう。こういう問題です。今この最大のものは何でしょうと問うているところが最適化であると。最適化であるということは、つまり何かの最大にしたい、何かの最小を行いたいということを考える部分になっています。で、これは最大のものにつけたいので、これはまさしく最適化になっています。では、これをどのように、数学的な問題とみなすのかということを考えていきます。それがこのモデリングの部分になります。今、決めたいのは、この長方形の形になるわけです。長方形の周の長さは A メートルであるということが決まってますので、長方形のこの縦の部分の長さを X メートルであると仮定すると、この横の部分の長さは2分の A マイナス X メートルになります。ですね。で、この時、この長方形の面積は縦の長さかける横の長さになりまして、X かける2分の A マイナス X 平方メートルになるわけです。ただし、X というのは、0よりも大きく2分の A よりも小さい値を取らなくてはいけないという形になります。この時に、この X かける2分の A マイナス X というのをできるだけ大きくしたいというのが、ここで解きたい問題を数理モデル化した問題の形になります。これがモデリングです。では、この問題を実際に解いていきます。そのためには、この面積が x に関する2次関数だという形に注目します。そうすると、x 軸、y 軸を取って、y イコール x かける2分の a マイナス x という関数のグラフを書いてみます。この y が今考えている面積になるわけです。で、そうすると、これは0と2分の a というところで、x 軸と交わるような放物線となりまして、この放物線は x が4分の a のところで最大値を取り、その時の最大値は16分の a の2乗となるということがわかるわけです。つまり、x を4分の a とすると面積が最大になります。これで解くことができたということになります。このような手順のことをアルゴリズムと呼ぶわけです。で、それによって最終的な回答が得られまして、回答としては、1辺4分の a メートルの正方形が面積最大のものであるということになるわけです。これが最適化という形の問題のイメージとして思い描いてもらいたいものの、教科書的な第一歩になります。今、このモデリングにおいては重要な点がいくつかありました。まずは、定めなくてはいけないものを、長方形の縦の長さというふうにしました。で、それが x という変数として現れている。で、この変数を定めるという問題として、モデリングを行いました。で、この時に目的としているのは最大化であって、その時にここに書かれている関数の値を最大にしたいというふうなことを目的としていました。で、その最大化する関数のことを目的関数と呼んでいます。場合によっては、この目的が最小化になることもあります。その場合でも、その最小化したい関数のことを目的関数と呼ぶのは変わりません。で、この問題においては、x の動く範囲が0よりも大きく、2分の a よりも小さいという条件がついていました。このように、変数の取り得る値を制限するような式、あるいはそのような条件のことを最適化では制約と呼んでいます。今からご紹介したいのは、この最適化というものが至るところに現れるということになります。で、初めの例として、統計の回帰分析というのをご紹介します。これは、このようなデータが、点で表されているものがあったとして、例えば x が身長、y が体重であるとして、このようなデータに対して直線を当てはめるということを、統計あるいはデータ分析ではよく行うわけです。このような分析手法のことを回帰分析と行ったりします。では、どのような直線が望ましい直線なのでしょうか。そこで最適化が出てきます。今、この引きたい直線が y イコール ax プラス b という形に書かれているとしましょう。この a が傾きで b が y 切片になるわけです。この一つの点のデータが xiyi という形で与えられているとします。その座標が与えられているとします。そうすると、この直線とこの点の間の誤差とみなせるのは、ここの間の距離となります。
この距離は、ここに書いてあるように、yi マイナス、括弧 axi マイナス b 括弧閉じの絶対値として表せます。これは、この直線によるデータの近似の良さ、というか悪さですね。悪さを表す、誤差を表すということになるので、この誤差をできるだけ小さくしたいと思うと、誤差が小さくなったところの直線というのが、このデータによく当てはまった直線であるというふうに見なすことができるわけです。今、ここではデータが一つの点しかないことを考えていますが、全体としてはたくさん点があることになるので、そのような点に対する誤差の和、相和、足し算をした結果が小さくなるようにしましょうというふうに考えることが多いです。その時には、変数としては、この直線の XA と X の前についている傾きと Y 切片である B、これを決めるという問題になっていて、目的関数は、誤差のここでは2乗和にしています。この絶対値で書いてあるものの2乗のデータに関する和とします。この M というのはデータの個数だと思ってください。この例で言うと、データが1、2、3、4、5、6、7とあるので、N が7になります。で、目的とするのは最小化になります。この誤差の2乗和を最小化するように A と B を求めたいというものが、回帰分析でよく行うデータに対する直線の当てはめ法です。実際、このような問題設定、最適化問題、あるいはその最適化問題の特殊法のことを最小事情法と呼んだりしていて、広く使われています。他にもよくある機械学習のタスクを考えています。ここに書かれているのは、深層学習などで使われるニューラルネットワークの一部の部分です。で、このような形で何をしたいかというと、X1、X2、X3 という入力を伴って、y プライムじゃなくて y チルダという出力を作りたいんですけれども、その時にこの w1、w2、w3 という係数を定めることで、このような式を作ります。1プラス e のマイナス w1x1 プラス w2x2 プラス w3x3 乗分の1という形でこの y チルダを定めます。で、何をしたいのかというと、ここにデータがあります。何かというと、x1 に0、x2 に0、x3 に0を入れたら、その出力として0を出すようにしてほしい。x1 に1、x2 に0、x3 に1を入れたら、y として0が出るようにしてほしい。というような要求です。データです。で、このような形をした関数を、ここに書いてある、ネットワークで実現したいということをします。そのためには、うまくこの W1、W2、W3 を決めてあげて、この時に出てくる Y チルダと Y の誤差を小さくするようにするということが、よく機械学習では行われています。先ほど申し上げた通り、これはよく深層学習で使われるニューラルネットワークの一部分のところで出てくる問題になっていて、ニューラルネットワーク全体としては、このような問題を全体的に解くということをしています。すなわち、このような形で解かれるべき問題としてモデル化されるもの、モデリングの結果として現れるのは、変数としてこの係数である W1、W2、W3 を決めるという問題で、先ほど言った通り、この誤差の2乗和の最小化を行うという問題がよく解かれています。これはまさしく最適化問題なわけです。つまり、深層学習などの機械学習において解かれている問題は実際最適化問題になっているわけです。物理学の例をご紹介します。ここに鏡がありまして、光が入ってきたら、光の入ってきた角度と同じ角度を伴って反射するというのは、よく知られている光の反射の法則です。これも最適化の結果得られているとみなすことができます。どういうことかと言いますと、ここに光の始点と光の終点があるとします。この時、別の経路をたどると、この時、この経路の長さというのは、この赤い経路で示したものよりも長くなってしまいます。つまり、光の経路というのは、始点と終点を決めると、それを結ぶ短い経路を通るという形でモデル化することができます。これを見出したのはフェルマーで、
これを光においてはフェルマーの原理と呼んでいます。つまり、光の道筋として実現されるのは長さが極小な径であるということです。これは最適化としてモデリングすると、変数として経路を考え、目的関数は経路の長さ、そして目的はその最小化であって、制約として光の始点と終点が決まっている。そういう問題と見なすことができるわけです。つまり、光の反射を考えているときには、ここでモデル化したような最適化問題を我々は考えているということになるわけです。この考え方をより深く突き詰めていくと、いわゆる最小作用の原理というものに行き着きます。もし皆さんが解析力学などを勉強したことがある場合には、このようなことを聞いたことがあるかもしれません。なかったとしても全然問題はないのですけども、簡単にどういうものなのかということを説明していきます。ここに、一つのバネがあって、そのバネが、の長さが、x であるときに、そのとき、バネ係数が k であるとすると、このシステムのポテンシャルエネルギーというのは、2分の1かける kx の2乗とかけることになります。一方で、運動エネルギーは2分の 1m かける x ドットの2乗とかけることになります。この m は、ここにあるシステムの質量です。で、ラグランジアンと書いてあるのは、運動エネルギーからポテンシャルエネルギーを引いたものだと思ってください。で、これを x と x ドットの関数であるとみなします。で、作用と言っているものは何かというと、このラグランジアンをある適当な t1 と t2 の間で積分をしたものであります。時間に関する積分です。これを作用と呼んでいます。そして、最小作用の原理と解析力学や物理学で呼んでいるものは何かというと、この S の変分と呼ばれるもの、デルタ S が0になるような運動が実現するという考え方です。これは、この作用を最小化するような運動が実現するというような形のことを言っていて、まさに最適化でモデリングしているという形になるわけです。実際、このデルタ S を書き下したものが下のような形になります。で、ここからは、難しいので、かなり端折るんですけども、難しいと言っても、算定はできるんですけども、ちょっと時間がないので端折りますと、実際に、このデルタ S イコール0という、式から、変形をしていくと、ここに書いてあるような式が出られます。これは、L の X に関する変微分、マイナス、L を X ドットに関する変微分したものに対して、T で微分したものを引いたもの、イコール0となるという式が得られます。実際に今、L はここに書いてあるような式、ラグランジアンでしたので、前にある X に関する微分を行うと、前の部分が消えて、後ろの部分からマイナス KX が出てきます。一方で、後ろの部分を見てみると、まず L を X ドットで微分すると、後ろの部分が消えて、前の部分から MX が出てきます。それを t で、mx ドットが出てきます。で、それを時間で微分すると、mx2 ドットが出てくるという形になります。これはまさに、このバネの失点形における運動方程式になるわけです。つまり、実はこの運動方程式というのは、最小作用の原理という最適化のモデルを通して出てくるものであるということが、この最小作用の原理からわかるわけです。実を言うと、物理学における多くの微分方程式は、この最小作用の原理から導けることが分かっています。その意味で、物理学における多くの、原理は、この最適化のモデルから導ける。つまり、最適化がその物理学の至るところに存在しているということが分かるわけです。化学の例を一つご紹介します。これは分子の安定配座というものです。例えば、水素分子があるときには、水素分子は2つの水素原子から構成されているわけですけれども、その2つの水素原子の間の距離というのがどのように定まるのかということを、この図では書いています。距離が遠すぎると、その間のエネルギーがこの辺りに来るんですけども、距離が近すぎるとエネルギーが上がってしまいます。で、距離をだんだん離していくと、ある最小のところに落ち着いて、実はこの最小のところで、この原子の間の距離、原子結合上が実現されるということが分かっています。つまり、分子の安定配座
を求める問題、あるいは自然において分子の安定配位差がどのように実現されるのかという問題は、このようなエネルギーの関数の最小化によって実現されているということになります。この時に決まるのは結合長であったり、もっと多くの原子が関わっているような分子の場合には、この結合核の変数になります。実際にいろいろな化学的なソフトウェアにおいては、この構造を入力することによって、このエネルギーの最小化を行って、この結合核や結合長を推定するというのは計算することができるようになっています。別の例として、生物学、特に、進化生態学の例を挙げます。ここに挙げているのは、チャールズ・ダーウィンがベーグル号航海器で、載せていた、このダーウィン・フィンチと呼ばれる鳥の形態になります。で、ここから、進化論というのが発達していって、現在に至るということになるわけです。で、このような独特の進化、あるいはその環境に適応した進化というのがどのように行われているのかということを、進化生態学ではよく考えるわけですけども、そこでは重要な考え方として、適応度の最大化という最適化問題として、この進化の問題をモデル化しているような考え方が主流を占めています。この適応度というのは何なのかということは、これ重要なポイントなんですけども、まさしくこの適応度というものをどのように設定するのかということが、この、進化生態学で大きく議論されていることであると、進化生態学をよく知らない私から見ると、そのようになっているんじゃないかというふうに思います。いずれにせよ、この適応度の最大化というような、この最大化問題を、生物は解いているのではないかというふうに考えられています。生物まで来ましたので、では次は人間の話をしていきたいと思います。心理学において認知的不協和という概念をフェスティンガーは昔に提案しました。例えばですね、喫煙している人がいるとすると、その人が喫煙は肺がんを引き起こすんだっていう事実を知ると、この2つは互いに反することになるわけです。つまり、その喫煙が肺がんを引き起こすんだと思いながら喫煙するというのは、心理的に、認知的に、あんまり好ましくないというか、快くないわけです。で、そういう時に、この認知的な不協和というのが生まれることになっています。で、そうすると、この人間はこの不協和を最小化するように考えを改めて行動を起こすということをするというのは、この認知的不協和理論における考え方です。つまり、ここでその最小化を行うという最適化を使ったモデル化が行われているわけです。で、例えば、この喫煙の場合には、いろんな形で、信念を変えることによって、認知的不協和を軽減するようにしているわけですけども、例えば、これですね、肺がんを引き起こすんだけども、喫煙は交通事故ほど危険ではないっていうのは事実を、目にして、この2つの間の認知的不協和を消すというような形で、認知的不協和を軽減するというようなことをやったりすると、人間は。で、これはその認知的不協和というのを減らすように人間が行動をしたり、信念を変えたりしているということになっています。ここにも最適化の考え方が現れているということになるわけです。皆さんがよく行うようなゲーム、これはまさに最適化になっています。将棋であったり、囲碁において、次の一手、どのような手を指すのか、打つのかということを考えるときには、最終的には勝ちたいという目的を持っているわけです。その目的に向かって次の一手をどのようにするのかということを決める。つまり、次の一手が変数になっているというふうに見ることができるわけです。これはまさに最適化です。今はこの将棋や囲碁のような例を挙げましたけども、多くのゲームでこのような見方ができるということになります。もう少し経済学的な社会、近い話として、このミクロ経済学の話をしたいと思います。簡単にしたいと思います。今、この家族がいまして、この、キウイフルーツかパイナップルかブドウを買いたいと思っているとします。で、それぞれ価格が決まっているんですけども、その価格だけではなくって、それぞれに対してこれを買って得た時にどれが嬉しいのかっていう価値も、この家族が持っているとします。で、その価値の基準を揃えるために、これ両方とも日本円の単位で買っているとします。例えば、キウイフルーツを買ったら、
100円払わなくてはいけないんですけども、その時のリストは120円に相当するという形で書いています。で、そうすると、このキウイフルーツ1つ買えば、120円嬉しいんだけども、100円を失うので、合計として20円嬉しいということになるわけです。で、一方で、パイナップルを1つ買えば、2000円払うけども、リストが1500円になっているので、これは実際にパイナップルを買うと、1500マイナス2000のマイナス500円の嬉しさ、つまり500円嬉しくないということになります。で、この今、嬉しさと言ってたり、この、1500マイナス2000とか120マイナス100と言ってるのは、大体この経済学では、この場合、効用と呼んでいるものになります。で、消費者理論の基本的な考え方としては、消費者は効用を最大化するように行動するというような考え方があります。で、ここでも、この最大化という形で最適化に、を使って、このような行動がモデル化されているということになるわけです。では、工学的なもう少し、例を2つぐらい挙げたいと思います。今、ここに論理回路というか論理関数が書いてあります。x1、x2 という2つの変数をとって、このような形で計算されるもの。実際に計算した結果はこのようになっています。x1、x2 は0か1の値を取るというものですね。で、この論理関数を実現するような論理回路というのはいくつかあります。で、それを2つ書いております。で、そうするとですね、どのように実現するのかによっていろんなことが変わってきます。例えば、上の実現の方法だと、素子として1、2、3、4、5個、素子数は5になっています。一方で、下の方の実現は1、2、3、4と素子を4つ使っています。で、素子を使えば使うほど、そのコストはかかるんだと思うと、このような論理回路の設計においては、論理素子数の最小化を目指したいということになったり、あるいは段数と呼ばれるものを最小化することによって次元を小さくするということを目指したりします。つまり、ここでも最小化ということが出てきますので、このような設計においても最適化という形で問題をモデル化しているということになるわけです。今よく行われる情報の圧縮、これも最適化の問題であるというふうに見なせます。なぜかというと、大きなデータを小さなデータに圧縮するときに、できる限り圧縮率を大きくしたい、あるいはその圧縮した後のデータの長さ、つまり符号長を最小化したいということを目指すわけです。ここでも最大化や最小化ということが出てきていますので、これはまさに最適化としてこのような問題を見なしているということになるわけです。このように最適化というのは、いろんな分野で、あまねく登場していて、至るところにあるんだということが、このような例からもわかります。実際、ここで挙げた例以外にもたくさんの例がありますので、ぜひ皆さんも、身近なものの中で最適化を見つけてみてください。もう一度今日のメッセージ2つ挙げます。今話したのは、この上の方の最適化は至るところにあるんだという話でした。では、今からこの下の方の最適化は数理に裏打ちされるんだという話をしていきたいと思います。これは初めの方に最適化の研究と実践というのは、モデリングとアルゴリズムの話に大体大きく分かれるんだけども、その2つは密接に関係しているということを述べました。今からする話は、アルゴリズムの方の話、つまりモデル化された問題をどのように解くのかという話に関係するものになります。最適化アルゴリズムを設計する上で重要なポイントというものがあります。それは一番上に書いてあるように、最適性をどのように保証するのかということです。何か感じの良い、良さそうだなという解を見つけるのは割と簡単にできます。ただ、それが本当に一番良いものなのかどうかということを保証することに、我々の数学技術は大きな労力を割いています。その部分の話を今からしていきたいと思います。ちなみに、どう頑張ってもうまく最適性が保証できない場合というのがあります。どう頑張ってもですね、我々の能力が劣っているために、最適性を保証できない場合があります。で、その時にも、アルゴリズムによって何を保証するのかということを考えることが重要なんですけども、この点には今日は踏み込まないことにします。あくまでも最適性をどのように保証するのか、その保証できる場合の話をしていきます。そのような、例を説明するときに、ここにあるような教科書的な問題である最大マッチング問題というものを考えていきます。今、上に5つ、5人でしょうね。5人。下に5人人がいるとします。で、この間でペアを作りたいというふうに思っているとしましょう。例えば、今何かしらの社交ダンスの
まあ、大会があるとして、まあ、上に5人の男性がいて、下に、5人の女性がいて、ここで、男女のペアを作らなくちゃいけない。ただし、1人の、競技者は他の1人としかペアが組めないという形になっているとします。で、ここに書いてある線というのは、お互いにこの人同士だったらペアを組んでも構わないと思っているところにこの線が引いてあると思ってください。で、今行いたいのは、この全体、この10人の中でできるだけ多くのペアを作りたいということです。つまり、目的関数はペアの総数で、目的はその最大化となります。今言った通り、どの人も他の1人としかペアを作れないというのが制約になるわけです。このような問題を、総じて最大マッチング問題と呼んでいたりします。今、この例の場合には、どのようにペアが作れるかというと、例えば、このような形で、1、2、3、4と4ペア作ることができます。ただ、ここでは、上に5人、下に5人いますから、もしかしたら頑張れば5ペア作れるかもしれないわけです。で、今から言いたいのは、実はこの場合には5ペア作ることができませんよということです。つまり、この4ペア、今うまく作ったんですけども、これが、このペアの総数として最大のものがすでに求まっている状態ですよということを、数学的に保証したいということです。それを今から考えていきます。では、どのように考えていくのでしょうか。今、この総中の視点というのを持ってきます。で、何かというと、今ですね、この競技者、人として4人の人が選ばれています。で、そこを今、グレーで乗っていると思ってください。で、この図をよく見ると、この潜在的なペアですね、この線が引いてあるところ、これを見ると、どの、この線を見ても、この上の男性側か下の女性側のどちらか一方は必ず、この、グレーで塗られた人になっているということになります。ここに書いてあるように、どのようにペアを一つ作っても必ずこのグレーの人を含んでしまいます。よろしいですか？ということは、このグレーの数よりも多くペアを作ることはできません。なぜかというと、ペアを一つ作ると、それによって必ず、このグレーの人が一人以上は、費やされるということになります。ので、このグレーの数、つまり4よりも多くペアは作れないということが、この状況からわかります。何を言っているかというと、先ほど4ペアは作れると言ったので、最大のペア数がここから4以上であるということがわかります。一方で、このような、この人を選ぶという観点から問題を眺めると、どう頑張っても4ペアまでしか作れない。つまり最大ペア数は4以下であるということがわかるわけです。この2つを総合すると、つまり最大ペア数はちょうど4であるということが分かって、左側で作ったこの方法におけるペアの作り方というのは、最適なペアの作り方、つまりペアの数、総数を最大にしているようなペアの作り方であるということが、右側の考察からわかるわけです。このように、右側の考察を元にするという部分に数学が使われているわけです。で、これが最適性の保証と呼ばれている最適化において重要な考え方となっているアイデアです。この総対の視点って今言ったものは、別の最適化問題を与えていると考えることができます。これは、このグレーで塗るような人、あるいは、まあ、ここでの描き方のような点の数を考えるというものになるわけです。つまり、点の総数として、点として選ばれるものの総数を最小化するという問題で、この時に制約としては、可能な全ての潜在的なペアを網羅するように、このような点を選ぶということになります。網羅するというのはどういう意味かというと、どのようなこの線を見ても、少なくとも一方はこの選ばれた点になっているということを意味しています。これは最小化するという別の最適化問題になっているわけです。つまり、もともとペアをたくさん作りたいという問題を考えていたんですけども、そのペアをたくさん作るという問題を解くときには、このように、この選ぶ点の数を少なくするという問題も一緒に考えるということが重要になるわけです。ちょっとした一般論の形で今言ったことを説明します。もともと解きたい問題があります。先ほどの例の場合は、ペアの数を最大化したいという問題です。目的が最大化であるような問題です。で、このような問題に対して対となるような問題があります。これが、その前に、
そのような問題に対して、まあ、解が一つ発見されたとします。そのペアの作り方ですね。で、この、解、ペアの作り方が本当に一番良いものなのかどうかということを考えたいということになります。今、この矢印は目的関数の値を表していて、この上に行けば上に行くほど、この解きたい問題としては良い解が見つかっているという状況になります。で、今、ここの点に表されているような解が発見できたとすると、一番良い解、このペアの数を最大にする解というもの、その解の値というのは、この見つかった解か、それよりも上にあることになるわけです。一方で、先ほど対になるような問題といったものは、この上に行けるその限界を決めているような問題になります。それは先ほどの例だと点を選ぶ問題になっています。この点を選ぶ問題において解を発見すると、この赤よりも上に一番良い解はあるということを先ほど言っていたんですけど、その限界がこの青い点までにしか行けないということがわかるわけです。これよりも上には行けませんということになります。実際、この最適化問題を解くためのアルゴリズムは何を行うのかというと、この赤い方の問題と青い方の問題を同時に解きます。同時に解きます。で、同時に解くと何が起こるのかというと、赤い方の点がよりも、いい解が見つかると、そこよりも上に存在するような、目的関数の値が存在するような点が見つかることになります。一方で、限界を決める方の問題に対しても、先ほど見つかった解よりも良いものが見つかると、目的関数の値としては小さいものが見つかります。で、このように赤い方の問題においては、目的が最大化なので、どんどん、アルゴリズムを進めていくことによって、良い解を見つけていきます。良いというのは、値が大きい解を見つけていきます。青い方の問題は最小化問題なので、アルゴリズムを進めるに従って、目的関数の値が小さい解を見つけていきます。あるところで、この2つが一致した場合には、赤い方の値はこれよりも上に行きませんし、いけませんし、青い方の値もこれよりも下に行けないということになるので、ここにおいて一番大きな値、赤い方における一番大きな値、青い方における一番小さな値が見つかったことになり、それによって赤い問題が最適に解けたということになるわけです。このような形で最適化問題を解くためのアルゴリズムを構成するというようなことがよく行われています。この時、用語として、もともと解きたかった問題のことを主問題と呼び、それに対して対となる、この限界を決める方の問題のことを相対問題と呼ぶことがあります。我々が解きやすい最適化問題というふうによく呼んでいる問題というのは、この値が一致するということが必ず起きるような問題です。そのような問題に対しては、先ほどのような方針で、アルゴリズム、つまり、最適化問題を解く方法を作ることができ、それによって最適化問題を解いて問題解決ができるという形になるわけです。で、この値が一致するということは常に起こることを保証するのは数学でしかできません。そのような数学的な定理のことを相対定理というふうに最適化では呼んでいます。では、この値が一致するということがうまく起きないような問題というのがあるわけです。そういう問題を我々は解きにくい問題と呼んでいたりします。では、解きにくい問題があったときにはどうするのかというと、それを解きやすい問題に何とか変換するということを行います。で、この時のポイントは何かというと、解きやすい問題に変換するんですが、その時に最適性は保存します。つまり、一番良い解が出す目的関数の値は元の問題と変わらないようにします。これが重要です。で、その変換方法を、研究するというのも最適化研究では行われています。そのような解きにくい問題の代表例として、よく教科書で説明されている問題として、巡回整列の問題というものがあります。これは都市がたくさんあり、それを巡回するような経路の中で、巡回にかかる時間、あるいは巡回に要する距離が一番小さくなるものを見つけるという問題です。まあ、この例の場合に、例えば、このような経路を出力してほしいというような問題になります。これは解きにくい問題の代表例であって、昔から多くの研究がされていますし、実用上も配送計画などでよく使われる部分問題となっています。この問題は古くから研究されているんですけども、厳密に一番良い解を見つけるということは非常に難しくて、その
歴史というか、マイルストーンというのを、調べると、このような形になっています。1950年代の中盤、1954年に、ダンチック、ファルカーソン、ジョンソンという3人の研究者が、論文を発表しまして、この時には、この49都市、アメリカの49都市ですね、の問題に対して最適解が計算できたと報告しています。この当時、この49都市の問題を厳密に最適に解くということは非常に重要なステップでした。それまではこれは全然できなかったということになります。これを達成するためにも、たくさん数学的なテクニックが使われています。その後、いろいろな研究がありまして、1998年、とうとうアメリカの13,509都市の問題と呼ばれるもの、これをアップルゲート、ビッグスビッグ、バタル、クックが厳密に最適なものを計算するという偉業を達成しました。ここでも数学的なテクニックが多く使われ、さらに並列計算などのスーパーコンピューターを使うような技法もこの時に大きく生み出されました。その後、記録は更新されており、2001年にはこのドイツの15,112都市の問題も厳密に最適に解けるようになりました。で、今のところ一番都市の数が大きく最適に解けている問題は、この VLSI の製造の応用から生まれてきている問題で、これは都市の数に焼き直すと85,900都市を持つような問題になっています。ここまで現在の技術では、厳密に解けるようになってきているというわけです。では、このドイツの問題において、実際に、計算がどのように行われていたのかということを示すのがこの図です。で、この図は、横軸と縦軸が何を表しているのかということを今から説明します。まず、この横軸は CPU タイム、セカンズなので、CPU 計算機の実行時間が、秒でどれぐらいかかっているのかということを表しています。これは最終的にここら辺で終わっているので、だいたい、6×10 の8乗秒ぐらいの時間で計算は終わっているということになります。で、縦軸は何なのかというと、これは、先ほどの言い方で言うと、相対問題、その限界を定める方の問題を解いて、どんどん、一番良い解が更新されている様子を表します。表しています。今、巡回セールスマン問題というのは最小化問題。諸問題が最小化問題なので、相対問題が最大化問題になります。そのため、最大化問題において、どんどん解が更新されると、その値というのはどんどん上がっていくことになります。で、その上がっていく様をこの図は表しています。実を言うと、この問題に対しては、諸問題の方の良い解というのは、すぐに見つかっていて、それが実際この、紫色というかピンク色の点線のところの値になっています。で、難しいのは、その相対問題である限界を定める方の問題を解いていって、うまくこの、限界を上げていくという方に、ほとんどの時間が費やされているということになるわけです。で、この時に先ほど言ったように、この問題はもともと解きにくい問題なので、この限界を上げていく問題というのをどん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 更新して、うまく、変えていくことによって、この値を上げていくということを行っていることになるわけです。で、それが初めのあたりでは、すごく小さな値だったんですけども、だん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 その限界が上がってきて、それがちょうど、この諸問題の解の値と一致したのが、先ほど言ったような、この 6×10 の8乗秒ぐらいの値で起きたということになるわけです。つまり、このような計算において、我々はどこにすごく時間を費やしているのかというと、初めに求まっていた、もともと解きたい問題の良い解、というものが本当に最適解であるということを保証するために、この0秒から6の10の8乗秒までかけているということになるわけです。で、このような、この最適性の保証を与えるということに、最適化の研究者はすごく労力を払っているということになります。ですね。今言ったことをちゃんと書きました。ほとんどの時間はこの限界を上げること、つまり最適性の保証を与えるために使っているわけです。今、これは、巡回セールスマン問題を例にして、示しましたけども、多くの最適化問題でも、このような傾向は変わらず起きています。もう一度言いますと、
世の中には解きやすい問題と解きにくい問題というものがあって、解きにくい問題があるときにはどうするのかというと、今言ったみたいに、解きやすい問題になんとか変換して、ただそのときにはちゃんと最適性保存するような形で行っているということになります。どのような問題が解きやすい問題であり、どのような問題が解きにくい問題であり、さらにその解きにくい問題に対して、どのように解きやすい問題に変換するのかということを、この最適化の研究では全て行っているということになります。まとめをしていきたいと思います。総合コミュニケーション科学と最適化の関係という形で初めに述べたのは、最適化というのは甘みくところに存在していて、いろんな分野全てに最適化というものが現れるんだということを言いました。先ほどの話の中では、非常に少数の例しか挙げなかったですけども、皆さんの興味のある分野であるとか、皆さんの身近にある事柄の中にも最適化隠れていると思いますので、ぜひ見つけてみてください。そして最適化の研究や実践では、モデリングとアルゴリズムというのが重要な視点になっていて、解決すべき問題をどのように最適化と見なすのかというモデリングと、そのモデル化された問題をどのように解くのかというアルゴリズム、この2つの視点が重要になっています。そして今日の話ではあまりなかったですが、この2つは実は密接に関係しています。では最後に、もう一度、持ち帰っていただきたいメッセージです。最適化は至るところにありますし、至るところの分野に存在するものです。そして最適化を解くための技術というのは数理に裏打ちされていて、そこでは非常に深い数理技術であったり、構成の計算のような技術も使われているということになっています。最後にちょっと、未解決問題を挙げてみたいと思います。先ほど、この光の反射の例であったり、化合物の安定配座の話をしましたけども、このような問題を自然は解いているということになるわけです。つまり最適化問題を自然は解いています。しかし、そのような自然がどのように最適化問題を解いているのかということを我々はよく知りません。つまり我々はこの物理の問題であったり化学の問題を最適化問題としてモデリングすることは今のところできています。しかし、それらの最適化問題としてモデル化された問題を自然がどのように解いているのかということは我々よく分かっていません。あるいは社会的な問題もそうです。社会的な問題を様々な形で最適化問題としてモデル化することは可能なんですけども、それを社会全体がどのようにして解いているのかという、そのアルゴリズム、あるいは計算原理というのを我々はよく分かっていません。そうすると、そもそも最適化問題を解くというのは何なのかということを深く考える必要があります。そうすると、解くというのはつまりアルゴリズムを与えるということなんですけども、アルゴリズム、つまり計算をするということが何なのか、自然が計算をするとは何なのか、社会が計算をするとは何なのかといったような、計算に対する深い理解が我々にとっては必要なんですけども、そのような理解も欠けているということになるわけです。つまり我々としては、この最適化問題を解く技術というのは、その人間社会の中で、解決しなくてはいけない問題を解くためだけにあるわけではなくて、その自然法則や社会法則を解き明かすためにも、この最適化問題の解き方であるとか、最適化問題を使ったモデリングの研究は重要であるという立場になっているわけです。もう一度解決問題のことを述べますと、自然や社会というものはどのように最適化問題を解いているのか、その計算原理、我々はよく分かっていないということになります。このあたりは、自然科学や社会科学のフロンティアであると同時に、それは情報学とも深く関わっているという形になるわけです。はい、以上で私の講義、最適化の考え方を終わりにします。ありがとうございました。